はい、どうもこんにちは、こんばんは、まっちゃんです。前回までで、ディンの真珠、フロルの真珠、ネイの真珠集めて3つの宝玉を集めたので、その宝玉を収める場所まで今から行くってところですね。で、その収めに行く前にまずタウラ島にちょっと寄ってとあるアイテムをゲットして、その後ちょっと妖精島があるのでそこを目指してアイテムちょっと増やそうかなというふうに思います。じゃあまず、タウラ島まで行こうかな。まあそこまではちょっとカットします。おっと、行こうとは急に出てきやがったわ。よいしょ、行くよ。急すぎて黙っとったのに。で、これ前回忘れたけど、ブーメランで倒したと思うけど、これでもいけるけど、ちょっと待ってよ。ブーメランの方が今良さそう。よいしょ。マジ急すぎて何も喋ってなかったんやけど。あと2。やべえ、近い。1、OK、あぶねえ。なんとか、ギリギリ。急すぎてびっくりした、ほんまに。もう出てくるって言ってくれや、はじめ。OK、ゼルダの伝説。さあ、ここの辺。あ、止まらへんかった。この辺か。オッケー、ビンゴ一発。ダイオウイカやから多分あれか、ハートのハケラとかか。そうやな、オッケー、あと一つでエロゲージ集まるな。オッケー、じゃああとちょっとでタウラ島つくんで、そこまで行こうかな。今ちょっとずつマップも埋めていきながら行ったんやけど、急に捕まったからな。あそこだけちょっとマップ情報出してからタウラ島行こうか。急に天候悪くなったな。あっちの妖精島あるな、ついでに行こうか。ワンちゃん、マップを開きな。何の島やったっけこれは。メガネ島が。てかあっち、あれ幽霊船じゃね。寒い思いするぞってやつがとうとう見つかったか。あ、幽霊船やな。マジかよ、とうとう出やがったか。怖えな、くっと見えないな、これは。あ、とある方法を使ったら、ま、入れるんやけど、今はちょっと入れないんでスルーやな。ま、とりあえずあそこの妖精島行ってみようか。あそこ行けるんかな。たまになんか進めていってアイテムをゲットしないと入れへんっていう場所もあるから、その場合はちょっと後回しになったまんやけど、行けるところやったら行きたいな。よいしょ、海図もちょっとずつ集めてな。はい、いつものやつ。これは北の妖精じゃないな。オッケーオッケー。
露天のおいちゃんがようすげえお高手にしたらしいで、なんだマジックシールドとかいう魔法の一品な、ほうほう、ついでコビでも売ることだな。これ多分アサブイベの最後にもらうやつやったような気がするね。だからまあいらんちゃいらんけどな。あれってねだっけ、魔法力を犠牲というか使う代わりに防御なんだよ、攻撃食らわへんとかそんな感じやったような気がするけど忘れたな。それでポストマンもおるからな。グッドイブニング。まーさんに、一通手紙が届いてます。まあ元気してるかい、ばあちゃんのスープは炊いてるかい、今はどこにいるんだい、案外近くにいるのかもしれないね、お腹を減らしてないかい、ケガをしていないかい、なんかこういう曲なかったっけまあにはいつも苦労かけるね、ルビーは炊いているかい、少ないけどばあちゃんが稼いだルピーを送るようで、うんふんふんふん、2人とも元気で帰ってきて送れよばあちゃんより。ばあちゃん最高すぎかよ。でこいつはほうほう、あれがああなるとはの、何がどうなるの、マップじゃないアイテムからのあれか、あれも気になるけどまた後々行こうかな。とりあえず養成島入ってパワーアップしようか。あなたの冒険少しだけ力を貸しましょう。ここは何を増やしてもらえないっけ。財布、あ財布か、オッケー、5000ルピーまで持てるようになった。これはでかいぞ。今後ここから神殿とか増えてくるからな、ほんまお金は大事やからな。じゃあタウラ島に向かいましょう。てか今思い出したけど、さっきのおばあちゃんの何々しているかい何々しているかいってあったやん、何の曲やったっけなと思って、終わり始まりか、カリヨシのやつ、もうすぐ今日が終わるみたいなやつあれみたいな、何々しているかい何々しているかいって、まあそんなことはまあどうでもいいけどはい到着。じゃあ前回タウラ島来た時、あのボムを手に入れる時に来た時できひんかったオークションでちょっと遊んでこようかな。結構なそのオークション手に入れるアイテムがめっちゃくちゃいいんよな。今日はやってるかい。いやいやいや、こんばんは。この屋敷の1階は競売場として貸し出されてましてね、今夜ももうじきオークションが始まるんです。いやはやオークションっていうのは簡単に言えば競りですな。対象の品に他人より高い値段をつけていって、一番高い値の人が品物を競り落とせるわけです。興味ありそうですな。子供でも歓迎、金は持っとうからな。説明聞かなくても平気ですよね。まあ、OK。多分連打して、挙手して、で、金をコールするみたいな感じだと思うね。さあ、勢ぞろい。今夜もお集まりいただいた道楽好きの皆さん、オークション時間でございます。今夜の競馬品は何が飛び出すか。いやはや、私も興奮で鼻水が止まりません。はい、ある今回の競売品はこれだ。幸せなペンダント、これはいらね。スタート。よし帰るぞ。わしが欲しいのはそれじゃないんだ。オッ OK。
ケー、来たー、快速の方やっと出た。これが欲しかったんよ。これがもうほんまに最高のアイテムやから、100ルピーから、スタート。 A レーン出してって感じやな。103ルピーガマ。ミサイ、ミサイかい。106ルピー。あんたらちまちまと。あと52秒。ここら辺はもうこれであげようか。47。おお、マーさんの入札に皆さんグーの音も出ません。なんてこんなの、小遣いいくら回ってるのかしら。57秒か。最後の時にピオラせるのが一番やから、これちょっとおろうか。そろそろ誰か押すやろ。現在トップはマーさんの147ルピー。さあさあみんなバーっといきましょう。150ルピー。すごい顔したな。さあちょっと待っとこうか。5作159ルピー。現在トップは5作さんの159ルピー。ほうほうほう、リンダ166ルピー。みんな行くね。170ルピー。さあもうちょっと我慢しようか。さあミサイが173ルピー。そうそう、時間が差し迫ってきた。全然やんか、30秒残っとるやんけ。194。おお、194ルピー。くー、なんて金のある子を相手にしてしまったんだ。さあピオレピオレ、とりあえずこれでおろか。さっきのふざけとんな、もう差し迫ってきた言うてて全然余裕っていう。200ルピー。さあまあすごい顔すんな。さあミサイ204ルピー。残り時間わずか。さあどうだ、ほんまにわずかだよな。さあ5作214ルピー。あと7秒か。あー悩ましい。250でしょうか。でどういうことだ、どんなお金持ちの息子なんだろう。戦いで得た金なんだよ。あと5秒。おしまいか、おしまいか。最後なんか時を逃げる。よし250だ。ここまでせんでもよかったかもしれんけど、勝ち取りたいからな。快速の方見事落札したのはマーさんの250ルピーでした。いやはやおめでとうございます。ありがとうございます。快速の方を手に入れた。技術の進歩により船のスピードが高速になるほど、しかも不思議なことにいつも追い風になる。今まであのタクトであの風向き変えてたけど、これでも風向き変えんでも良くなるし、すぐにあのスピードも速くなるよな。めっちゃくちゃ楽になるよなこれ。いやはや若いのにどうして気前のいい使いっぷりでした。恐ろしい少年がいたものです。さてこんなあの方も、しみったれなこの方も、前でありがとうございました。これにて今回のオークションを終了させていただきます。いやはや皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。いやーこれでスムーズに後悔進むし楽よな。この快速の方はゲームキューブ時代なかったから、ほんまにめっちゃくちゃええよな。であとタウラ島に来てしときたいのが、昼夜の歌やったっけ、忘れたけど、これでダンスを踊っとる人に、やってよ、これでよかったっけ、じゃない、話さなあかんのか、一回。こうじゃないんだよな、かといって、ああでもないし、ああでもなし。おっと、失礼、踊り夢中で気づかなかったぜ、ベイベー。俺、トトゥー。三度の飯より踊りが好きな未来のカリスマダンサーさ。それワンツーワンツー。ところで昔俺の目の前で昼を夜に
夜をお昼に帰るすんごい魔法の踊りを見せてくれたやつがいるんだけど、踊りはなんとなく思い出せるんだけど、リズムが思い出せなくってさ。リズムってベイベーわかるかい？こういうことだろ？トントンパトントンパトントンパ、そう、そのリズムだ。うん、乗ってきたぜ。おもろいわ。イエーイイエーイ、くるくるパオ。じゃあ逆やこう、昼夜の歌か。よかった、当たったわ。昼夜の歌覚えた。よーし、完璧に踊り思い出したぜ。それ昼になれ。あれ？どうしたんだ？全然何にも起こらないぜ。なんで？え、知らん知らん。まあ技術の問題よな。オッケー。じゃあ、宝玉を納めに行くのと、ついでに、妖精島があったら、そこも行こうかな。快速の方。これがマジ便利。オッケー、この下に、あれ、宝玉埋める場所があるんで、そこに向かいます。あれやな、餌もだいぶなくなってきたな。あー、あいつか。あいつおるけど、まだ、攻略はできひんから、とりあえず逃げるしかない。だけど、先に、こいつの、餌を巻いて、マップ。よーんちゃん、いつものやつやってくれい。やば、近い近い。オッケー、北の三角島。タオラとの学校には偉い美人の先生いるんだけど、4人組の悪ガキにいつも困らされてるだとよ。悪ガキどももは いたずらしちゃ金登ったり建物裏に隠れたり、どっち見てやらねえ先生かわいそうだぜ。せやな、また悪ガキとかの成敗もせなあかんな。とりあえず一箇所到着。これはディンかな。ディンの宝玉を収めた。あ、ディンの宝玉真珠か。残り2つだ。オッケー。じゃあちょうどあっちに妖精島あるじゃないの、行こうぜ。あれに巻き込まれんようにしなあかんかな。まだ今じゃクリアはできねえ。あ、矢倉とかもどんどん行かなあかんけど、まあ裏作業でしてもええしな、そこら辺は。なんだ、マップのあれ情報とかも全部裏作業で全部ええんやけどな。急に天気が悪なりますな。ここ入れる妖精島？お、ここ入れるな。オッケー。よし。爆弾ドーン。オッケー。ゼルダの伝説。オッケー、こうさあパワーアップしよう。さあ、風を操る若者やあなたの冒険に少しだけ力を貸しましょう。
爆弾で開けたってことは爆弾のパワーアップ、60個まで持てるようになった。 OK、 これ最高60がマックスやったっけな、違ったっけな、出たっけな忘れたよ。90か99だ、持ってたような気もせんこともなし。大きい。さあ、ここの養成島の情報ももらおうじゃないの。大きい。ヨアンちゃん、いつも寝てたに。はい、東の妖精島。タウラ島で夜になると、奥さんさっきやってきたぜ、遅いぞ、お前情報。早くなれる方なんていう一品もあるらしいで、さっきちょうど戻ってきたぜ。遅いんじゃねえの、情報。じゃあ、さあこの下の方というか左やな、こっち方面にあるから行こうか。いい、この看板なんや、爆弾島。あーまあそんなんはええわ。今日爆弾島でなんか行ったら爆弾とか増えるんかな、忘れた石部の真珠。さあフロル、フロルの真珠置こう。さあ最後あと1個、さあ1個置きに行こう。どうしよっかな、さっきあっちなんやけど、さっきちょっと妖精島、南の妖精島行かせてくれ。OK、ここもまだ行けるか、おそらく爆弾で壊したらいけるはず。 OK、 じゃああれか、西の妖精島はちょっと無理なんか、西かどっかの妖精島が。さあ何のパワーアップさせてくれんや、次は。風を愛する若者よ、あんたの冒険に少しだけ力を貸しましょう。さあ何の力をくれるんか、次は。おお、ボム、オッケー、最後99、最高。はじめ20個やったもん、20個やったっけ、20か30しか持てへんかったもんな、それが99はでかすぎる、今後多分使うからな。で赤獅子さんどこ行った、あっちか、チュチュはもう無視。じゃあ乗って、あいつに情報もらってから行こうか。はいよ、あんちゃん、いつものやつやっちゃげて。いここだけの話、プロ島の黒い地面の下にはごっついお宝眠ってるって話だ、騙されたと思っていっぺん掘ってみな。何、掘る道具はない、だったら動物でも利用してみたらどうだ、頭使いないあんちゃん。なるほどな、けどまあ気分が乗ったらするわじゃあ最後の宝玉ネイルの真珠を埋めに行こうか。うわ、ヨウさん、また飛んどるわ、煽り運転やろうが。
さっき情報欲しいんだよ。よいしょ、情報ちょうだい。オッケー。ええ、そうさ。さあ、ようあんちゃん、いつものやつやってあげていい。さあ、南の三角島。ここはずっと北に行った田浦島には高名な写し絵師が住んでてよ。写し絵のことは何度も知ってる。すげえ知識と経験の持ち主でよ。噂じゃあ伝説の写し絵って秘蔵のお宝まで隠し持ってるらしいぜ。ところでよ、写し絵ってなんだ。まあ写し、まあやり込み要素やな。これも写し絵でフィギュアが付け出せるんやけど、まあ大変やし、めんどくさいからせえへんかな。さあ、最後のネイルの真珠納めに行こうじゃないか。さあ、真珠をここへ。ネイルの真珠を仙人形に置いた。さあ、3つ置いた。さあ、どうなるのか。さあ、めっちゃ震えてます、コントローラーが。逃げろ。あれ、爆発せんのかい。なんもなかったやな。ドバーン。絶対死んだやろ。